まあ、普段私のキリスト教メディアで働く中で、接するいろんな違和感、まあ一般社会でもいろいろね言われるようになってきましたが、教会特有のというか教会ならではの問題もいろいろあるのかなと思いますので、まあ、その辺皆さんと一緒に考えられたらというふうに願っております。まあ、個人的な話も含めて、ちょっとご紹介できればなと思っております。まず一番最初の夫婦別姓に至る経緯ということで、私はまあ、クリスチャンという話をしたんですが、別姓です。でこれは通称別姓じゃなくて戸籍上も別姓なんです。でそれはなぜかというとですね、まあまあ、そもそもクリスチャンの妻と結婚するときに、まあ、教会で結婚式を挙げるわけですが、両親がですね、まあ、当初は籍を入れたくないっていう妻の意向があり、まあ、私自身もあまり制度とか戸籍とかあまり好きじゃなかったので、じゃあ実婚にしましょうかっていう話をなんとなく2人でしてたら、なんとそのガチクリの両親がですね反対をしまして、実家で膝を突き合わせ4人で、うちの両親と彼女で、彼女の方の両親はまあ大人だからね、その辺はもう任せるよっていう感じだったんですが、うちの両親はなんかいろいろそのキリスト教的にいかがなものかみたいな、でなんならその牧師をやってるおじも反対しているようだみたいな風の噂が入ってきて、これはやばいなということで、まあ、妻もまあちょっとね本意ではなかったと思うんですが、一応籍を入れたんです。それで結婚しました。松谷制になって、結婚しました。だところがですね、出産を控え、まあ、実際妊娠をして入院をして、これ皆さんご経験あるかと思いますが、病院では患者の取り違いがないようにって言って戸籍名は全て通称でお願いしますというわけにいかないんです。かかるでは全部戸籍名、まあ、そういう決まりなので、まあ、入院した時は彼女の松谷だったんですが、いざもうすぐ生まれるっていう、まあ帝王切開だったんで生まれる日も決まってはいたんですが、その直前にですね、やっぱり私は自分のせいで産みたいということを言い出しまして、なんて厄介な妻なんだと思いましたが、そうだと、まあ、ちょっとその辺はね、やっぱり私も男性で、その要は女性が性を変えるのは当たり前っていう、やっぱり刷り込みできてしまってるので、その自分の性が変えられてしまうっていうことの痛みはあんまり多分その時は多分理解してなかったと思うんですね。ただやっぱり自分が子供を産むっていう段になって、やっぱ本来の自分の性で産みたいという望みをやっぱり叶えてあげたいと思って、まあその妊娠直前に籍を抜きました。で籍を抜いてもですね、これ離婚後何日っていう規定が皆さんございましてですね、自動的に、その期間のうちの間に生まれた子は夫の姓になるんですよ。これまたちょっとね不思議な制度なんですが、ということで長男は、松谷として生まれました。でその後ですね、ここに書いてありますが、ローンを組む、まあ、家を買うという段になりまして、ちょっと不動産屋さんと相談をしたら、その、まあ事実、まあ、いわゆる事実婚になってるわけですね。籍は別々だけども、まあ、住民票は一緒だと。ただその銀行、対銀行に対してローンを組むには、籍入れてた方が認められやすいですよっていうアドバイスがありまして、ああ、そうかと。まあね、ローン組めないと困っちゃうんで、35年ローン、今までに借金返してくれますが、まあ、じゃあしょうがないということで、入籍をしました、再婚。まあ、この再婚の時もいろいろありましてですね、市役所に、婚姻届っていうんですか、2回目の婚姻届を出しに行ったんですが、役所も戸惑うわけですよ、その相手が同じだと。離婚をした相手とまた再婚するってのは、これはどうしたのかって、なんか奥の方でですね、なんかこそこそこそ上司に聞かれたとか、そういうことを延々となんか渡されるわけですよ、役所で。いや、まあ、とにかく、ね、書類上結婚するんだから、まあ、とにかく、まあ、ね、通してくれって。で、結局、まあ、認められて、席を入れて、無事、ローンを組めましたと。じゃあ、無事組めました。目的を果たしたので、じゃあ、離婚しましょうと。ということで、まあ、ペーパー離婚を2回やったわけです。なので、今、事実婚、まあ、要は、事実、戸籍上は、×2 ということになってますが、まあ、その、体裁としてはですね、普通の見た目は普通の家族で、
意外にジェンダーとか性差別の話は多分いろいろして LGBT の話とかすると思うんですが、小杉の話ってあまり協会でね出ないかなと思うんで、まあ、一応ちょっとなんか私もなんかいろいろ聞きたいと思ってるんでちょっと事例として紹介をいたしました。まあ私事で恐縮ですが、はい。そして、まあ、本題と言えるような本題なんですが、取材で取れた教会の現実ということで、よく見かけませんか、この場面、教会にあるわけです。まあ、もうね、言いたくてしょうがないことは、いっぱい事例として皆さんもお持ちだと思うんですが、いわゆる愛さん会合の片付け女性だけで、男性は男性をしているメンバー。青年会男子は肉体労働病院。ね、なんかその会場作りの中に男で欲しい男の人いませんかみたいな声掛けがあり、屈強な女性も排除されるっていう男性しか求められない、彼氏彼女は行くの、結婚はいつ、子供はまだみたいな質問攻めに遭うと、教会あるあるです。特に若い人たちはこれで非常に苦しんでいる人たちがたくさんいます。で、見えない指定席とともに、これ礼拝堂で座席がこう書いてないのに、いやそこ私の席だからどう言ってみたいなことを言われちゃうみたいな経験ってないですか。初めて行った人はどこに座ってるか分かんないです。自由なはずだから、どこ座ってもいやそこ私の席ですよみたいな、いや書いとけよって話なんですけど、まあそういうね座席の指定があるとか、これかつては男女で、ね、席が分かれてたみたいな教会もあって、席だけじゃなくて入り口が分かれてたっていう教会もあるんですよ。その実際にその残ってる入り口を 見させてもらったと思いますが、まあ教会によってはそういうね男女席を同じ施設みたいな、ね、戦争中みたいなところがあったりとか、まああと不分離、要はその教会外の人が来た時に、いやここではこういう決まりになってますからとか、いやいや あなたそれちょっとね出しゃばりすぎだから、ここの教会でそういうことをやるには、あの人に教会を得ないとダメなのよみたいな話を、いやいや知らないし聞いてないしみたいなことがたくさんあって地雷を踏むということがあるようです。そして、これまあ政策とも直接関係ないから結論が全部御心導きをお祈りしていますっていうありますよね。せっかく勇気を振り絞って相談をしたら延々とこう話を聞いてくれたんだけど、結論のこの3つみたいなねいうことで非常にがっかりして帰るみたいなことが、まあ、愚痴としてたくさん聞くことがあります。教会よくありがちなことですね。まあ、ここに出てきていませんが、例えば、まあ、ここにありませんけど、まあ、これ以外にも、あ、それはサタンの仕業ですとか、何でもかんでもサタンが出てきたとかね、いうことも逆のパターンとしてあったりします。ついでに牧師夫人あるある、この中に牧師夫人の方たくさんいらっしゃるでしょうか。一応皆さん共感できるかどうか、はい、牧師はキリストの教会と結婚したようなものだと思うけど、私は違うんです。一人の人間と結婚したはずなのにな、てんてん。だからある牧師夫人のつぶやきです。リアル事実、実話です。フィクションではないですね。教会は好きなんです。一般の信者さん並みに、一般の信者さん並みに好きなんですよ。だからそれ以上求められてもっていうのがこの中に含まれてるんですかね。牧師には言いにくいけどというお話を聞くことがあります。まあ、これ良くも悪くもいろんな、ね、立場上そういうことを言われることがある。いる人使えません。教会で牧師さんにいるのは仕事ですから、これ電話して牧師館にその電話に出なかったから怒られたみたいなケースを聞いたことがあります。いや別に24時間ねそこにいなきゃいけないっていう決まりもないし、出かけることもあるんだけど、その誰も出ないっていうので信者さんから怒られた。いきなり牧師館に入ってこられるの本当に困るんです。集会の人じゃなくてプライベートスペースなんですよ。集会室の人じゃなくてね、あるいはカレーライスの匂いじゃなくてキリストの香りを感じたい。まあ、これよくある、教会で、ね、愛さん会がカレーとかうどんとかっていうパターンが多いのでってことですね。牧師さんが出るときは玄関の鏡で笑顔をチェック。
これいずれもですね、これツイッター上にこれ鍵垢なんですが、まあ、鍵垢を公開されたのは牧師夫人ボットっていうアカウントがありまして、私も中の人が誰かは未だに分かっていませんが、匿名でこういう牧師夫人の日頃のその、まあ、悩みだけじゃなくて、なんか牧師夫人ならではの喜びみたいなのも作られてますが、まあ、そういう方が非常に赤裸々に語っておりますので、ちょっとご紹介いたしました。ついでに、まあ、牧師あるあると言っていいのかどうかありますが、残念な生き物っていう、今これが流行ってるんですよ、この子たちの中で。絶滅危惧種的な残念な生き物が、毒性そうだったっていう理由とかですね。まあ、動物の意外な一面みたいなのを収集した時点なんですが、まあ、私が仕事上出会ったおっさん牧師の生態を、まあ、あるある的にご紹介。当然中部教区にはそういう牧師さんはいないという前提で、あ、そんな牧師がいるのね、カカカとかって聞き流していただきたい。年齢評価、縁故の学歴肩書きなので対応か、こちらを取材に来ます、名刺を渡します、お宅どこの教科とかね、まあ、大体私見た目は多分実年齢より10ぐらい下に見られるので、非常に公平な態度で、接されるということが分かりますね。あと教科、あと縁故の誰だか、私おじいが松谷と言ってみたいなことを紹介すると途端に態度が変わったりとかですね、まあ、逆におじやって気も多いタイプなんで、急に冷たくなったりとかですね、そういうことがあり得る。あとはその進学校でどこ出たのとか、進学校学んでないのみたいなということを言われたり、高木先生という出会ってから、これはもう私も教員をやってましたので、学校も全く同じです。先生、何々先生、たとえ昨日まで進学生あるいは伝道者だった人も、牧師になったらなんとか先生って言われる世界、そして上から先見主義、派閥形成の執着、まあ、これは牧師に限らないです。おっさんっていう生き物は大体こういう生き物です。そして批判体制が低い、まあ、批判されると怒る、頑固、切れやすい、話が長い、自己満と自己保身ということで、まあ、キーワードでちょっと出しました。まあ、もちろんこれ以外にもいろいろね、ありますが、まあ、結局こういう残念な生き物たちの巣窟なわけですよ。残念ながら。だからそういう人たちのコミュニティの中でどういう、それこそその差別問題とか、まあ、精神的な話とか、あるいはその、ね、これから教科どうしていくかということを考えなきゃいけない、あるいは教科を変えていかなきゃいけないという時にどうしたらいいかというのは課題がたくさん出てくるなと思います。はい、そして実は、まあ、偉そうなこと言ってますが、キリスト新聞もかなりそのなんというか差別に加担をしていた歴史がございまして、これなんと連載教会の奥さんというまさにそのもののタイトルの連載が1965年から1970年まで実に200回以上にわたって連載をされていました。これリードをご覧ください。リードひどいです。サラリーマンや商人の奥さんなら悪妻はいざしたら少しくらい出来が悪くてもご主人さえちゃんとしておれば格好がつく。ところが教会の新婦人のならばそう簡単にはいかない、まあ、ツッコミどころが多すぎてタイトル含めどうしたもんか。これ高だからって1970年ですからね、つい最近ですよ。まで、こんな連載をちょっと、しかもですね、驚くべきことに、これ、第1回は NCC 議長、なんとか夫人、岸先生のご夫人、ご存知ですか、まあ、そういういわゆる教会を陰で支えてきました、良妻賢母みたいな、多分ご夫人方を連載で紹介したと思うんですが、あろうことがですね、これ、第2回目、これ、第1回です、第2回目からなんと、身長、体重、趣味、こう毎回ですよ。これ載せる意味ありますかね。っていうかこれ載せてた新聞社もすごいと思いますけど、聞かれて答えた牧師夫人もすごいですからね。これまあ差は読んでたかもしれないですけど、身長、体重知ってどうするって話ですよ。牧師夫人の要は教会の奥さん
っていう連載の中で、まあ、趣味好物ぐらいはね、まあ、まあね、別にまあ知りたきゃどうぞって感じですけど、身長体重がこうやって乗ってるっていうことは、それも200回続いたと、途中で誰か言わなかったのかなというね、読者がっていう、本当にびっくりです。これ3070年の最終回まで載ってます。あの、興味があればぜひ閲覧していただいて、誰が当時何キロだったかみたいなのが全部明らかになっております。これね、キリスト教年間とか載ってたらすごいですよね、これ全員の牧師の身長体重を持ってるんで。でもこれ教会の奥さんですからね、はい、そういう連載をなんとしていた恥ずかしい歴史がキリスト新聞にもありますよと。そして雑誌ミニストリーですが、これ2009年から年4回、まあ、主に雑誌、牧師や、キリスト教学の教員とか役員とかの方々に向けた雑誌として、創刊をしまして、もう10年経ちますが、まあ、私が創刊した当初からやりたかった特集が、まあ、ここに挙げたようなんですね、まあ、いわゆるキリスト教メディア、今までのまあ、人口構成がキリスト教媒体では決して乗らなかったであろう、まあ、負の部分というか、でも非常に本質的な問題が、潜んでいると思われる部分に、切り込みたいと前々から思っていましたので、まあ、それをじゃあ雑誌でやろうということで、ここに挙げたのは牧師カンパの瞑想ですというまあシリーズで、これが、まあ、最初にあったのは牧師の鬱の問題、精神衛生の問題、そして教会と女性、そして教会に生まれてっていうのは、いわゆる PK の問題ですね、牧師の子供の問題、まあ、問題というか牧師の子供は実際どういうふうに感じながら、あるいは教会 で、まあ、牧師会の中で、過ごしている中で考えていること。でそして、一番最後になったのが、ダーリオ牧師さんというタイトルで、いわゆる牧師夫人の問題を取り上げました、特に一番反響が多かったのはダーリオ牧師さん、これですね、牧師夫人問題、まあ、匿名、実名も含めてアンケートを取ったんですが、めちゃくちゃ反応がありました。待ってましたとばかりに、まあ、とにかくすごい、まあ、で実際の紙面見ていただくと分かるんですが、まあ、字を細かくしなきゃいけないぐらいたくさん その今までたまりに溜まった、ね、ものが、まあ、意見も、まあ、もちろんその牧師夫人として生きてきてよかった、恵まれたって話ももちろんその中に入ってるんですが、まあ、それ以外の、今まで誰にも相談できなかったとかですね、そういうことが、先ほど挙げた牧師夫人あるあるみたいなことが、出てきました。まあ、一部その紹介したいと思いますが、牧師夫人として困惑を覚えることは何ですかっていう質問にどんな答えが返ってきたか。上位3位、信徒との関係 53%、 プライバシーの確保 44%、 生活費 41% ということが、答えとして、寄せられた、まあ、これアンケートの結果です。そして牧師と結婚するノンクリスチャンだった妻が洗礼を強要された、まあ強要されたというとあれですけど、まあ、洗礼を受けてから結婚しなさいねみたいな無言の圧力を受けたと、多分未だに多分教会によっては、教会によってはそういう許可あると思います。牧師がノンクリスチャンと結婚するなんか考えられない、ありえない、ね、子連れは親子室でと礼拝堂に帰れなかった、これ牧師夫人の話ですよ。牧師夫人が子連れで礼拝堂に入れてもらえないっていう状況、まあ、要はだから親子室、あるいはその隔離されたその子供の泣き声聞こえないような場所で礼拝するにはいいけど、礼拝の邪魔になるから会いに会えねっていうの教会役員に言われ傷ついたという話、まあ、実はですね、まあ、これはまああるあるですが、賞味金芸の甘いものをもらったと牧師家庭ではよくあるんじゃないでしょうか、ね、ありえますよね。賞味金芸だけでなく、いらなくなったなんかね、もうなぜこれを私にくれたのかみたいなのは全く理由がわからないのをたくさんもらっていることが、まあ、いろいろこれはまあ軽い方ですが、もっと深刻なものを含めて寄せられておりました。他、今度はですね、私教会じゃない
学校で働いておりましたので、その話をちょっとだけしたいと思いますが、実はそのうちの学校、男子校だったんです。小学校の男子校、都内で2校しかないと言われています。まあ、入るまで私もよく知らなかったんでびっくりしたんですが、各クラス40人1クラス、全員男子、しかも小学生。私、初めて担任持ったのが3年生なんですが、3年生の男が40人いる教室って想像できますか？これ動物園ですよ。ほぼ調教師。教師じゃなくてね。っていう状態で、本当に、初めてその私教員になってすぐに、喉に筋肉があるっていうことを初めて知ったんです。筋肉痛になったんですよ、ここは。喉は。普段だから使わない筋肉をめちゃくちゃ使ってですね、とにかく40人の、動物たちをですね、こう動かす統率を、ね、取るみたいなのが非常に大変だという経験がありますが、まあ、男子校で、まあ、これその小学校だけに限らず中高だともそうだと思うんですが、うちの場合は小中高で一貫でしたので、12年間、女子という生き物に、接することなく育った男子、恐ろしいですね。出会いたくないですが、そして12年目にして未知との遭遇を果たすわけですよ、大学で初めて。そうそう、それまでにですね、まあもちろんその、ね、お母さんがいれば母親がいれば家庭では、女性と接することがありますが、同世代の異性と同じ空間にいるっていう体験をしたことがない子たちがですね、授業中にジンマシンが出るみたいなことが大学生であったと聞いたことがあります。まあ、そういうことばっかりじゃなくて、今はまあ順応性が、ね、ありますので、まあすぐ慣れるとは思うんですが、まあ、普段からその同じ同世代の女子と接点のない子たちは、まあ、まさにその12年間そういう隔離され、まあ、隔離されたという点ですが、まあ、そういう生活が学校で育つ。でその中で刷り込まれることはですね、男はなくな、これ男子校の先生は必ず1回は言ってるはずです。男はなくな、これめめしくては、まあ、これでもまあ曲名ですが、まあ、めめしいから男はなくなね、男はなくな。あとは勝利至上主義、腕力により上ですか、力の強いものは偉いっていうことは誰も教えてませんが、まあ、猿山と同じですよ。だから40人の女の子がいたら自然に強いやり方発言権を持つようになるんです。これまあしょうがないというか、しょうがないというかですね、だから私教員としてはとにかく強いやつだけが偉いわけじゃないと、運動ができなかろうが、これそれがね、なんかスポーツができようが できまいが、それは偉いとか偉くないとか関係ないということをひたすら子供たちに言い続けるわけです。そうしないと、まあ、放置したら完全に序列感が出来上がる。誰も言わなくても、大人の差じゃなくても、そういう世界ですね。これ女子校でももしかしたらあるかもしれないですね。女性のヒエラルキー。ね、はい。そして、実は親もですね、その都内に2校しかない男子校にわざわざ入学させるわけですから、そういうニーズがあるわけです。ビシバシやってくださいと。うちの子なんか卑猥なんで、鍛えていただきたい。そのために男子校に入れたんだから、まあ、多少のね、げんこつ、リンタぐらいはいいですから、どんどんやってくださいみたいなことを言われました、実際に。私だから一回ももちろん殴ったことありませんが、割と平気でそういうことが、まあ、横行しがちですね、男子校は。まあ、そういうような状態がありまして、で割とキリスト教学校って男女別学が多いんです。特にですね、新学校は別学が多いんです。で最近はその東大に入った子はみんな別学だったから、やっぱり別学がいいみたいな本も出されたりとかですね、そういう研究書とかですね、データとかを集めてですね、そういう主張をしている人たちもいますが、私個人的な意見はやっぱり、世の中が半分女性である限り、学校環境で一番大事な時期に異性と同じ空間で過ごせないっていうことはやっぱり健全ではないというふうに考えているので、まあ、例えばキリスト教的な意味があったりとか、あとはその女子教育ってね、歴史的に女性が教育を受けられなかった時代には、もちろん意味があったし役割があったと思いますが、
現在においては果たしてどれぐらいの意味があるのかなというのを疑問を持っております。ということで学校の話ですね。これ取材で触れた話とはちょっと違いますが、で、おそらくですね、最後にありましたジェンダー LGBT の言説、私が今ルール説明してきたようなことを言うと、教会の反応は、まあ、大体決まってます。パターン、聖書が第一であって、人間的な倫理観、その男女平等とかは二の次であるとか、でキリスト教神学というのはヒューマニズムではないので、安易なヒューマニズム、人間的な価値観とは全く違う価値観、聖書的価値観によって、判断されるべきであって、その辺のジェンダーとかですね、近頃のなんか LGBT とかっていうことを持ち込むなという反応が多いですね。そして聖書の恣意的な内容、聖書にこう書いてあります、こう書いてあるからこれはダメです、あれは OK です、まあ図に合わせとこんな感じですね。聖書で殴るみたいな、聖書でフルボッコみたいな、まあ、物理的に殴るかないですが、やってることは一緒ですよ。聖書を武器にして我々には聖書があるんだと、で俺たちはこの聖書を守ってるんだからお前たちも守れと、でそれを守れないやつは、まあ、殴られても仕方がないというような状況が、まあ、この21世紀の現代においてもまだ教会の中で、行われると。でこれは教会の現実から来ましたが、まあ、社会的にももちろん男女平等全然実現していないですが、教会ではとりわけやっぱりこの聖書的な権威が持ち出されることは往々にしてあるので、社会よりより立ちが悪いです。一般社会、教会外での男女不平等とか差別とかよりも根が深いと思います。政治的な権威、あるいは宗教的な言説によってそれは正当化されてしまうというのが教会の現状、まあ、それをどう考えるかというのが課題です。そして3番目、今度はまあ日常的に詰め込まれた男女関係で、まあ、教会の外の一般的な話、特にですね、私はその、まあ、息子と娘がいて、今中1と小4ですが、まあ、子供たちの取り巻く環境とかから気づかされた、ことをぜひちょっと紹介したいと思います。まあ、これ子供に限りません、テレビ画面に映る違和感で、私特にツイッターとかでもよく言ってるんですが、まあ、今さすがにお天気お姉さんという呼称はなくなりましたが、お天気キャスターみんな女性ですよ大体、まあ、夕方のね、気象予報士が、何でしたっけ、ドラジオと おじさんとかがやるのは別ですけど、朝の情報番組のお天気はほぼ女性です。なぜか、しかも新人の女性アナウンサー、私もテレビ局いたので分かりますが、駆け出しの女性アナウンサーは全員ほぼお天気から入ってます。簡単だからで、中でも私は特に違和感というかすごく嫌だなと思うのは、スタジオの外のお天気コーナーに振るときに、なんとかさんじゃなくてちゃん付けなんですよ。皆さん気づいたことあります？キャスターによってはさんってちゃんと言ってることがありますが、同じ局内のアナウンサーにしてもさん付けが当たり前ですよ、大人同士だから。なぜかお天気お姉さんに来るときはなんとかちゃんって呼びかけるんです。これが非常に気持ち悪いです。視聴者としてはすごい違和感を感じます。まあ、プライベートでね、なんとかちゃんとか言い合うのは別にいいですけど、公衆の電波に乗せて、裏若い新人女性アナウンサー、いわゆる女子アナに対してベテランの、まあ、キャスター、あるいはアナウンサー、あるいはその、コメンテーター、男性コメンテーターが、なんとかちゃんと呼びかけることを見せつけられる、毎日のように。っていうことの、なんか、弊害を、なんか、考えたことがあります。で、一時期ね、イクメンブームっていうのが、もう、本当にいつあったんだろうって思うぐらい、もう、春が昔の話になってしまうような気がしますが、あれだけイクメンイクメンと騒がれていたにもかかわらず、男性の育休率は一向に上がる気配がありません。一時期 何年度までに何パーセントみたいな目標を掲げられましたが、私の周りを見ても、イクメンブームの前と後でほとんど状況変わってません、ほとんど。これは一体何だろうと。あれだけね、もたらされて、
だから理解部分のその是非もいろいろありますが、私はあのね、なんかイクメンコメンテラーさんもてなすのは、まあ、良くないと思いながら、でも、少なくともそういう男性像が、ちょっと理想化されるのは、まあ、いいかなと思っていたんですが、現実問題ほとんど実際の男性の意識は、まあ、変わっていないと言ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、もちろんその70年代とかね、私の親の世代からテレビがだいぶ変わりましたし、家事育児は当然っていうのはなんとなく、共有されてますが、実際にじゃあやってるかどうかって言ったら、私の周りにいてもほとんどやってない人がいくらでもいます。はい、ので、そして3歳自身はもう、もう偉い人がなんか暴言吐いていろいろお話になったりしますが、まあ、3歳まではお母さんが育てた方がいいということは、どんな根拠があってそういうことを言われてるのかわかりませんが、まあ、未だにそう思われています。だから3歳以前で保育園に預けるとか、お父さんが育休を取ってお母さんが働くとかっていうのは、まあ、叩かれるわけです。罰信をされる。それは絶対母乳を、まあ、要は自分の体で産んだお母さんが、そういった方が絶対いいに決まってるっていう、まあ、おっさん的な発想によってそれが、継承されている。で、あとはですね、テレビで、共通するのは漫画戦隊の振り返りの制約割ということで、これ、まあ、皆さん最近の子供番組ね、あまり見聞かれないと思いますが、私なんか子供が、その世代を通ってきたので、いろいろと気になることがありました。例えばサザエさん、サザエさんね、女性はまず家で男性の会議を待つという構図が、ほぼ確実に毎回展開で、そしてこのアナゴさんというのはやっぱりですね、マスオさんを毎度毎度さ飲みに誘うわけですよ。で、この前見たアナゴさんの神様っていう会がめちゃくちゃ良くてですね、アナゴさんが要はキャバクラにマスオさんを誘って、その妻には内緒でその仕事でその遅くなるみたいなので、帰るんだけれども、そのなんかなんとか神社っていうのに行くと、お参りすると妻に怒られないで済むっていう。だからそれをお参りをしてからその夜ね散々飲み歩いて帰ったら、アナゴさんも松尾さんも、怒られずに済んだみたいな会話があったんですよ。どんなメッセージを伝えたいんだっていう、まあ、色本当にだからツッコミどころが多すぎて、まあちょっと、しかもこれ最近ですからね、放送されてるのね。もちろんなんか昭和の時代の、あの家庭像をもちろんそのサザエさん設定として知ってますし、実際の原作の、ね、寺川町子さんが原作書いた当時はこういう家庭が、まあ、当然だったかもしれませんが、それがそのお茶の間で日曜日に家族団らんの中で流されていることの弊害、考えたことがあるでしょうか。そして戦隊もの後日は真剣者っていう私大好きな戦隊の人さんですが、まあ、まあ当たり前ですけども、ピンクは女性で、黄色も最近、まあ、5人中2人が女性っていうパターンが大体だんだん増えて、昔は1人だったんですね。それさすがにちょっとジェンダーバランス考えたら2人の方がいいかなみたいな感じで、政策側もずっと考えたのが、女性です。そしてもちろんミニスカートです。女子は男子は、まあ、ビジュアル的にね、分かりやすいですから、キャラセットとしてはその方がいいと思うんですが、で、赤がもちろんリーダーで、ずっと戦隊のもう40年以上やってますが、大体赤がリーダーで、赤は男性なんです。で、女性が赤になったことは未だにありません、一回も。で、たまたま真剣者、その侍戦隊の真剣者はですね、実はレッド、本当のレッドは女性で、これお姫さんで、この男の、レッドが影武者だったっていう設定で一瞬出てきたことがあるんです。レッドが赤、レッドが女性バージョン。でもこれ唯一、歴史上この人だけです。レッドが女性だったのは。まあいいんですよ、それは別にね、タカが子供番組だからっていうことですから。でもこれ見てください、これ女性だからスカート履いてるんですよ、これ同じ真剣レッドと。だから女性はやっぱりスカート、男性はズボンっていう、やっぱりまあ分かりやすいからという設定にしたってことなんですね。
で、そして最後、まあ、プリキュアですが、まあ、プリキュアっていうその女の子が見るアニメ番組なんですが、これハグッとプリキュアっていう今やってる最新のシリーズの中ですね、いいんだよ男の子だってお姫様になれるっていう回がありまして、これ結構話題になったんです。プリキュアって女の子が見るアニメで、女の子しかプリキュアになれないっていう設定がセオリーだったのが、最近その世相を反映してか男の子でもお姫様になれるよっていうメッセージを発信した回があって、それに救われたっていうプリキュア男子ファンがですね盛り上がっていたんです。ついに俺たちの時代が来たかと、まあまあね、いろんなあの意見あると思いますが、まあ、そういうプリキュアの中でもそういうことがやっぱりあったりしていると。で、これレゴなんですが、これちょっと見ていただくとですね、これは工夫がされてまして、こっちとこっち両方レゴなんですけど、この表示の仕方がですね、こっちヒーロー編、こっち仲良し編、これ他のおもちゃ見ると男の子女の子っていう表示がほとんどです。でもレゴはその辺ちょっと配慮して、男女では表示として分けないということを、まあ、かろうじて工夫をちょっとね、ユニクの策としてこういう表示の仕方を配慮してしているという紹介です。そしてランドセル。これ皆さん多分もう実験のことだと思いますが、私たちの世代は黒か赤、当然のように。男子は黒、女子は赤。これ不思議なんですよね。戦隊では赤が男子なんですけど。男性は女子は、これ長年ずっとこれだったんですけども、最近こんな感じになっております。これ見えないですかね。右側が男子、まあほぼ黒とか青とかが、まあ緑とかありますけど、女子がめちゃくちゃカラフルになっています、最近は。小学生のね、登校の様子を見ると、まあ、裏書きから茶色から黄緑から水色から、まあ、いろんなもの、あとそれに刺繍が入ったりとかね、まあ、いろんな工夫がされておりまして、まあ、必ずしも女子が赤とは限らないという感じに、まあ、少しそれは進歩かなと、かつての時よりはと評価できるかなということで紹介をいたしました。まあ、そんな形で、まあ、日常的にもう意識しないところから女子、男子、男性、女性という子がなんとなくこう刷り込まれているという状況があるという話をさせています。そして、相次ぐ告発の MeToo の動きということで、まあ、最近のもうとにかく毎日に動画がないから毎日のように新しいネタがね、のニュースとして流れてますが、まあ、伊藤詩織さんの話、もちろんこの以前からいくらでもいろいろあったわけですが、もうここ最近の例を挙げるだけでも、ハリウッド上映の告発があったり、アンプワークスタッフ問題のパワハラ問題とか、杉田妙議員のデジタルの発言があって、最近身長44は休館になり、東京医科大学は女子受験生一律減点問題がありまして、レスリングから始まりボクシング、体操、水泳、あと何かありましたっけ、なんか抜けてる気がしますけど、まあ、次から次と、まあ、よくもこんなにいろいろあるかなという感じですが、あとあれやりましたね、ちょっともう昔に次に終わってしまう財務省のセクハラ問題、ね、財務省が女性記者に対して、言った発言が録音されてたみたいな話とか、あとなんですか、文科省の官僚が銀座のクラブでいくら使ったとか、なんか、まあそういう、まあそれは直接、ミツとかセクハラとかの関係はありませんが、まあそういうことがいろいろ続いているという現状です。で、その中ですね、これ一番最近の話でですね、国連の総会で防弾少年っていう BTS といわれる K-POP の、まあ、人気アイドルグループがですね、スピーチをしまして、その中で、どんな方のようジェンダーの認識であってもっていう、まあ、その自分が自分らしく、そして自分が大切にされるっていう、ことを、まあ、アピールしたスピーチがちょっと話題になりました。で、ちょっと前ですね、4年前はですね、このエマ・ワトソンっていうハリー・ポッターで可愛い女の子をやってた役の子が、非常に素晴らしいスピーチをしてしまして、まあ、性差別の撤廃は男性の皆さんの課題でもあるっていう、ことを、まあ、含めたスピーチをしてました。これ、YouTube っていう動画で全部見れますので、これぜひ、ご覧いただきたいなと思います。素晴らしいスピーチです。で、まあ、その中で1個、エマ・ワトソンは、イギリスの、
政治家のエドマンド・バークという方の言葉をちょっと紹介していました。悪が栄えるためには善良な男女は何もしないだけでいいという発言、今政治家の指摘を引用して紹介をしていました。まあ、実際こういう男女ですね、一方の人々が会議に出席していないでどうして世界を変えられるのでしょう。これ今日の結論ですこの会の目的でもあり今日の結論です。一方の人々、先ほど男子校の話をしましたが、世界に半分いるはずの女子がいない中で学ぶことの不自然さっていうのはそのままこの社会からも応用できるはず。一方の人々が会に出席していないでどうして世界を変えられるでしょうか。男性だけが集まる教団総会の中で教団は変えられません。絶対に女性だけが集まって我々死刑ですいませんね、いや反論があるかも、異論があるかもしれませんが、女性の問題、セクハラの問題、性差別の問題を女性だけが頭を話しても解決はしないと私は思っています。男性の問題だから、なぜか女子が変わってまあしょうがないって言われはありませんが、女性の意識が、それを誘発しているっていう部分はもちろんありますが、往々にして男性の問題だからです。だから変えられなきゃいけないのは男性だから、その場で男性がなかったら変わりませんという意味で、その会の中に違う性、あるいは男女だけでなくセクシャルマイノリティの人が入っているかどうかというのは非常に大事なんではないかなということをエマ・ワトソンから私は学びました。続きまして、正しい性教育のあり方とかその検討すべき課題ということでいくつかあります。教会の中ではいわゆる格好つきの正しい教育、正しい聖書の教えがルール、まあ、歴史的にも教えられてきました。自殺は罪ですよ、離婚は罪ですよ、洗礼を受けないと救われませんよ。同じく性教育あるいはジェンダーの問題にしても歴史的に語られてきたはずです。先ほどの戸籍の話もそうかもしれません。正しい性教育のあり方というのは教会の中で唯一絶対の価値観というのはあるのかどうか、であるとしたらそれを押し付けても大丈夫なんだろうか、もしないとしたらじゃあどうしたらいいのかというのは私たちが考えるべき課題だと思います。私も、唯一の答えを持っているわけじゃありませんが、これ議論をして大いに議論した方がいいと思います。教会の中で特に。でもう一つ SOS っていうタイトルだったので、まあ、これ語呂合わせじゃないですか、 SNS と一時違いなんでありました。教会の中でですね、とりわけネットは危ない危険、特にツイッターなんか匿名だから無責任な発言暴言が飛び交っているんだから触れてはいけない、私たちはそんな、ネットなんかじゃなくてバーチャルの世界じゃなくてリアルで勝負するんだと、面と面と、ね、顔を付け合わせてこそ勝負するべきであって、教会のホームページだとか Facebook とか Twitter とかまして LINE とかをにうつつを抜かすべきではないっていうおっさんがいっぱいいます。そういうおっさんたちも私は日々叩かれてますが、そうでしょうか。果たして今のデジタルネイティブ若い人、もう生まれた時からスマホがあるっていう世代にとっては Wikipedia や Amazon にないものは存在しないに等しいんです。ホームページを持っていない教会はこのように存在しないに等しいんです。若い人たちにとってはウェブ上で検索をして引っかからない教会は、若い人たちにとっては認知されません。それはいいか悪いかは別としてそういう現実があるので、じゃあその中で若い人たちに何かを伝えようとか、呼びかけようとしたときに、いや危ないからとか危険だからとか、なんか面倒くさいコメント来たら嫌だなとか絡まれるの嫌だなって言ってる場合なのかなというのが私の意見です。とりわけ差別の問題とか性の問題に関しては若い人たちこそ求めているはずだし、そういうまともな情報がネット上にないっていうことはどんどん間違った情報、誤った情報に、まあ、引っ張られていくんじゃないかな、まあ、そういう危険性が増すばっかりじゃないかなという危機感を覚えています。そしてまあこれもいろんな教会で語られてきたと思います。婦人会、青年会という分け方、あとは青年会という分け方、結婚した途端に婦人会に誘われて青年会卒業よかったねおめでとうみたいな、
独身の間ずっと青年会みたいな、50になっても青年会みたいな、卒業いつできるんですかありません、教会の中で。まあ、かつて婦人会が機能していた、あるいはその役割を果たしていた時代は、先ほど言った女子教育、あるいは女子校の話と同じようにあったはずです、あったと思います。その意義は認めつつも、今この現代にあって教会がこれだけ疲弊し、規模を小さくしている中で、性別や世代で分けてグループ分けをする必要がどれだけあるでしょうかというのは問いたいと思います。うちの教会、ちなみに婦人会解散しました。最近2年前ぐらいです。結構反発ありましたが、牧師の英断で、担い手がいないと、とにかくもうみんなもう60以上70以上という婦人会でしたので、まあ、運営できない、もちろんあの婦人会の人数はたくさんいるわけですけど、担えないということで解散をしました。で、個別にそれぞれの目的別に、じゃあ参会をやるときは、有志を募ってとか。で、これいい傾向だなと思ったのは、解散してから若い男子がですね、そういうなんていうか、お水回りとかに協力しやすくなったんですよ。今までなんか触れちゃいけないというか、もうやりたいんだけど、誰も、要は婦人会が、台所仕切ってるし、そこにわざと手伝いますとかいうのもなんかちょっとやぼだしみたいな、いうことがあったんですが、なくなったので、誰が別に協力しても別に違和感がない。というのは、まあ、うちの場合ですけどね、あの、たまたま結果としては良かったなというふうに思っています。ちなみにうちの教会の総年会は解散してないんです。そこはなんか頑固で、俺たちの総年会を、まあでも総年会の方がちょっとちっちゃいです、婦人会より。でもなんかね、そっち解散したくないって頑張ってます。はい、まあ、それはおっさんの習性ですね。そしてこれもう一つ、あの、のぶみさんのね、あの新聞記事を載せた理由はこれなんですが、まさに教会が今後も考えなければいけないというか、私が一番今課題だと感じているのは、いい子を演じさせる助長機能が教会の中に働いているんじゃないかというのがすごく危惧しています。いい子でなきゃいけない教会の子供、正しく、清く正しく美しくみたいなことをですね、特に先ほど特集でも取り上げたと言いました PK、 牧師の子供は教員の子供とか医者の子供とかと一緒で、誰々先生のご子息ご息女、ですから、教会の玄関に立って教会員を笑顔でどうぞどうぞとよくいらっしゃいました、おはようございますみたいなことをやらされてきたという、実際にねやらされてきたという PK を知っています。スリッパを出すのは子供の役割、牧師家庭の子供の役割並べて、いや、ちっちゃい時はいいですよ。それは子供はね、好きでそういうことを手伝うかもしれないんですけど、それで、ああ、なんとかちゃんぐらいはね、さすが牧師の子供ね、みたいな。よくそういう風に育てられますね、牧師先生、さすが、いや、牧師夫人の、なんとか夫人の教えが良かったんだわ、みたいなことで、ますますそれが助長され、そうじゃないキャラクターを演じられなくなってしまうという弊害。牧師家庭の問題っていうのはもうちょっと牧師だけじゃなくて教会全体の問題として考えなきゃいけないみたいな、いうことを思います。まあ、その関連で、少し信徒の友っていう教団で出しているので、ちょっとその道徳を考えるという特集の中でちょっとこんな、あの、親御さんの指摘があったので紹介をします。教会の教会的正しさ、教会的道徳を掲げて裁き合う場というのはしばしばあります。それは罪人である人間が集まる教会という場の現実、キリスト者は今いる場所に留まってはいけない、出かけていき、イエス様のなさったように、でもモラルから解き放たれて友達に出会うのは今求められているのではないでしょうか。まあ、世の中で今道徳が大事と、ね、倫理規範、その要はそのこんなにその、規範が乱れた社会だからやっぱり道徳大事だよねみたいな、傾向になってますが、まあ、その中でその正しさの枠に、入りきれない、入りきらない子たちがどんどん排除されていくっていう、まあ、それは学校でもそうなんですが、まあ、教会でも教会的な正しさで、あの子は悪い子、あの子はいい子、神様に喜ばれる子、そんなことして神様は喜ぶかしらみたいなことを言ってしまう、つい
その子が子供に及ぶ影響っていうのはどのぐらいあるのかなというのをちょっと心配になってしまいます。うちの学校はキリスト教系の学校だったんで実際あったんですが、あのお説教をするときはチャペルに連れてかれるんですよ。大、要はその普段叱るのは別に教室で叱るんですが、よほど大事なことっていうときにチャペルに連れてかれて、チャペルでお説教されるんです。まさに説教じゃなくてお説教されるんです。でそういう場としてあのチャペルを使っていいものかどうかって、これ意見が分かるところですよね。私は絶対しない、そういうことは。だってチャペルってそういう場所って思っちゃうじゃないですか、みんな。そのね、怒られた子たちは。でその時は確かに ものすごいなんかすごい悪いことをした感じがして、その罪の意識に苛まれるかもしれないんですけど、あ、教会やそのキリスト教ってそういうなんかその悪いことをしたら裁かれる場所として認識されちゃうことのマイナスタグやどうなんだろうなとちょっと考えてしまいます。関連して、格好好きで明るいところだと聞きました。私が実はツイッターで、つぶやいたのが割と拡散をされバズった一部前としてちょっと紹介します。どの学校でも当たり前のように抱えている教育目標の中から明るい子だけは今すぐでも外してほしい。明るいを極めて曖昧かつ主観的な基準、明るいイコール善という価値観を小学校から植え付けられることによって居場所を失う子たちが陰キャなどと揶揄されるのは耐え難いっていう、まあ私がツイッターでつぶやいたことで、まあこれ前々から思ってたことなんですが、教育目標、たくましい子、明るい子、考える子、優しい子って、これ私が育った福島の学校でも似たような教育がありました。これ今現代のうちの子が通っている小学校で掲げられている教育目標です。2018年、まあ100歩譲って考える子、優しい子ぐらいはまあいいとしても、たくましい子、明るい子っていうのは学校の目指す教育目標として理想像として掲げられることの負の側面で、私別に暗い子じゃなかったですけど、漫画が好きだったんで、まあ、いわゆるそのなんていうかオタク的なね、スクールカーストでは下の子ですよ、今言っているね。でさっき言った男子校でもそうですけど、まあ、私は共学で育ったんですが、共学でもやっぱりそうですよ。スポーツができて頭がいい、あとはその見た目がいいみたいなのはステータスの上、それ以外スポーツができない、運動神経が悪い、学校の成績が悪い、まあ、勉強があまりできない、だらしないみたいな子はもうスクールカーストの底辺ですよね。あとはその暗い、性格が暗い、おとなしい、あまりその人付き合いが上手くないっていう子は、まさにこの明るい子ではない子として、まあ、蔑まれるっていうとあれやり言い過ぎですけど、でも学校の中ではいじめの対象には必ずそういう子があります。だって学校がそれを墨付き与えてるんですもん。明るい子じゃない子だから、まあ、いじめられてもしょうがないよねってみんな思ってる。それはなぜなら明るい子、たくましい子、考えるかやすい子が学校が良しとして教員もそれを推奨したりしてるから、特に男子校はその傾向が強かったです。ので私はあえて暗い子、おとなしい子をめちゃくちゃ持ち上げたんです。スラマンの反発がね、親から反発があることも十分承知の上で、おそらく男子校では絶対その、チヤホヤされるであろう子たちは、まあ、ほっといて、まあ、ほっといてって、ほっといたってね、それはみんな褒められるし、成績がいいし、親の評価も高いしっていうので、まあ、それはほっといていいんですよ、教員としては。教員としてちゃんと目をかけてあげなきゃいけない子は、そうじゃない子。いや、別におとなしく友達少なくたってね、本読んでて、それは素晴らしい才能を伸ばすとかっていくらでもいるわけですよ。で、学校卒業して大人になったらそういうことは分かりますが、子供の頃はそういうことは分かんないので、あ、やっぱり自分は暗いから、陰キャっていうのは陰気なキャラですよ。今最近の言葉で陰キャっていうんですけど、陽キャっていうんです、その反対は。陽気なキャラ。陽キャっていうのはステータスの上、陰キャっていうのは下です。完全にそのドレス化が確立されちゃっているっていう現実の中で、じゃあ学校や教会で明るい子はいい子、礼儀正しい子はいい子、
牧師先生の言うことをよく聞くは一個としてしまっていいんだろうかという問題提起をさせていただきました、そして慣れ合いに忖度権威主義、うちなくて申し上げましたが、私は我慢したのかみんなのという抑圧の面ですが、日本的村社会伝統、天から高等、伝統ですから聖書的にはこれが正しいんです的なことが分かり通っていないかと。で、新相さんの写真出しましたが、これで足のミニストリーでインタビューの連載をしたものを観光文化最近しまして、今日もちょっと後ろに置いてありますが、旗から見えるキリスト教のマルトバスということは、旗から見たキリスト教、第三者信じられない人から見て教会ってどういうところが問題だったり、どういうところが可能性あったりするんですかねっていうのをインタビューして連続していろんな人に聞いた中の一つ、陳都合さん、天皇主義的キリスト教から出ていないという指摘、あるいは社会や人間の理想を牧師に求めてどうするの、天皇制だとまさに教会の中で行われていることは、で牧師夫人はいわゆる皇室の皇后様だと、皇后に人権がないように牧師夫人にもおそらく人権がないでしょうということをズバリ言い当てたのが新都合さんの発言ですね。国家の理想を天皇に求めるのと同じように、社会の理想、清く正しく美しい政治に君主的な理想を牧師に求めていることによっていろんな弊害が生まれていませんかということを指摘されています。これでインタビューもかなり非常に、刺激的というか、かなりぶっちゃけというか、なんか横人が読んだら気に障るというか怒っちゃうようなこともズバズバ言ってますので、ぜひご一読いただければと思います。最後、世代を超えた継承と連帯、世代性別だけでなくあらゆる枠を超えてということで、先ほどは、その要はね、男性も一緒にその問題解決のために議論に加わらないといけませんよねって話、をしましたが、要はイクメンブームのあの時にやっぱり父親と呼ばれる男性たちがちゃんと女性たち、母親たちと同じテーブルで対等に向き合って、この社会どうしたらいいんだろう、その、育英って言いましたっけ、待機児童問題とか、その生活問題どうしたらいいんだろうというのをちゃんと議論できてたら、もうちょっとマシな育英ブームとしての成果が上がったんじゃないかなというふうに思っています。世代性別に限らずいろんな、もちろん人種、宗教を超えて、同じ問題解決のために、どれだけ協力連帯できるかということが今後の検討する課題ではないかということで、ちょうど1時間15分でございます。今日、キリスト教のリアルという僕ら社から新書が出てまして、これは教科の違う牧師さん3人と神父さん1人で、一般の人たちが素朴に疑問に思うことを、教会って何やってんのとか、牧師っていくらもらってんのとか、恋愛とか結婚ではどうしてんのとか、そういう素朴な疑問に、答えるという本で、一般向けには非常に用いられています。そして先ほど紹介した陳一郎さんをはじめ、高橋哲也さんや、内田達さんや宮台真司さんやいろんな人たちですねに、はたから見てキリスト教について意見をもらうというインタビュー集が、今年1冊の本になりましたのでご紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございました。